公衛祖は、韓国、カンボンド三直軍出身の陸上競技選手。1992年バルセロナオリンピック、男子マラソンの金メダリストである。ファンは若い頃からトラック競技で有望なランナーで、あったが、1991年の初マラソンで、優勝してからはマラソンに集中することになった。オリンピックまでの3回のマラソンの成績は、優勝が2回。 2位が1回というものであり、バルセロナオリンピックのマラソンは4回目のマラソンであった。オリンピックでは中間点を過ぎた時点でまだ30人が残るというスローペースの中、ファンも戦闘集団の中にいた。しかし、次第に戦闘集団がばらけ出し、35キロ地点では日本代表の森下博和とファンの一騎打ちとなる。その後、 40キロ地点手前のモンジュイックの丘でファンがスパートし森下を振り切って金メダルを獲得した。このため韓国ではモンジュイックの英雄と称される。バルセロナオリンピックの後は脚部の不調もあってレースに出るのを大幅に減らした。しかし1994年のボストンマラソンで4位に入り一戦に復帰。同年の広島アジア大会では 日本代表の早田俊行とレース後半競り合ったが終盤突き放し優勝した。しかし1996年アトランタオリンピックは再び怪我のため出場資格を得ることができずその後引退した。ありがとうございます。